さあ本日はじゃあどっちに行こうかな。じゃん、キッチーノです。これやっぱこういうことなんですよ。今あの冒頭 GoPro 撮り始めた時の動画、やっぱりマイクがフロントになってました。今自撮りだからマイクフロントでいいんですけど、後ろから喋りかける時はマイクをバックにしとかないと声ちゃんと取らないんですよね。やっぱ Vlog 的にはこういうもう本当にあの撮影中の操作を一つでもなくすっていうか、基本的に録画ボタンを押すか押さないかっていう操作以外はしちゃいけないんですよね。ちょっと油断するとこういうミスを犯してしまうところが辛いです。まあ自分が悪いんですけど。あ、なんかいっぱい今日チェイスセンターからいろいろ人が出てきて、今取り損ねたんですけど、なんかあのユニフォーム、なんかチアガールとかなんか応援団っぽいユニフォーム着た人たちが今いっぱい出てきたりとか、なんかすごい、またわいっぱいいる。ちょっと広角すぎて分かりづらいですけど、この間もここでいっぱいみんながフィッシングしてるんですよね。なんかとわみで釣ってるんですよね。何が釣れるんだろう。パブリックフィッシングピアーで、先日から、この間も数日前も気づいたんですよね。めっちゃみんなとわみしまくってて、あとここにね、なんか今日いないですね。この間6、7匹タマちゃんいたんですよ。その時の映像一応 iPhone で撮ったんで、ちょっとうまく撮れてるかまだ確認してないんですけど、ちょっとじゃあご覧ください。じゃーん、今ここで漁師さんたちがものすごい遠見で何かを、おお、いた。そしてこの横にこうタマちゃんがいっぱいいるんですよ。アザラシかオットセイか、わかんないけど、タマちゃんがいっぱい泳いでます。めっちゃいる。今どっか潜ってったけど、そろそろ、あ、出てきた。あそこに、ほら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 、あそこにいるんですよ。でっかいのがいっぱい、あのちょっとちっちゃくてわかりにくいんですけど、いっぱい顔出してるんですよね。ここら辺にも、あそこにもいるし、パッと見ただけで6頭ぐらい顔を出してますね。で、何かをひたすら永遠と編みしながら撮ってるんですけど、何が撮れるんだろう。アサリ？なんかあんまり何も釣れてないように見える。小魚が大量にいて、だから多分あのタマちゃんも来て餌を食べに来てんじゃない？なんか多分あの大群を見つけてそこに合わせて投げて、さっきあの当たったやつもいっぱい小魚があん中に入ってました。すごいね、初めてここがフィッシャーマンズワーフなことが分かったっていうか。あ、いた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 、ほらほらほらでかいよね。めっちゃでかいのが、だから多分餌がいっぱいあるから、ここにも 1,2,3,4,5,6匹ぐらい頭出してますね。ということで今日はタマちゃんはいないっすね。こっちにもいないかな。あーでも、あ、いないか、いないっすね。この間結構頭出してたんですけど、一体何が釣れてるのかっていうのがいまいちわからないっていう。延々と編みしてるんですよね。多分小魚的なやつを大量に釣ってる気がします。めっちゃよく見たらめっちゃ釣りしてますね、奥の方でも。なんかシーズンなんでしょうね、今何かが大量に釣れるシーズン。あー、やっぱ小魚が2匹ぐらい、2、3匹今ちっちゃいのが引っかかってましたね、あの網に。カニとかそういうのかなって最初、あ、いた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 、あそこにほらアザラシだか、オットセイだかアザラシだか忘れちゃいましたが、タマちゃんがいます。うわ、ズームできないのが辛い。わかりますかね、ちょうど画面の真ん中あたりに頭を出してるんですよ。
アザラシかオットセイかどっちだったか。ネズミさんの方の動画だとズームできる気がする。あ、それマックスだね。あ、じゃあ収まってる。あ、今もう頭沈んじゃったんだね。なんか声聞こえる。声は聞こえるよね。いるよ、うん、どっか近場にいるよ、ね、あ、でも向こうの方結構泳いでる。結果何が釣れてんのかが最終的にいまいち分かってないですけど、小魚が入ってる、ね、小魚なのは確か。みんな小魚を釣ってますね。さあやってもらえば、おー、すっげー人いる。今日すごい。まあ土曜日だから当たり前ですけど、ものすごいです。結構にぎわってます。だんだん知名度も上がってきてるんで、多分人は全体的に毎週増え始めてるんじゃないかと思うんですけど、それにしても、それにしてもって感じですね。結構スタンドアップパドルしてるとか、みんななんか楽しんでます。さあ本当に出れるんでしょうか。あそこが開いてますね。危なかった。てかどういう意図で閉めてたんだろう。謎です、謎ですが、なんとかなんか無理やり開けちゃってるパターンじゃない。私もそう思った。ね、ちょっと無理やり感ありますよ。一応これ引いてあるけど、あ、誰かがこじ開けたな、うん、騒いで。うわ、この寒いのにちょっとアイスクリームは無理。でも並んでますね。うわ、大人気。さあピッチーノもちょい並んでる気もしますが、到着です。ピッチーノ、今日もまたレモンケーキとハム&チーズスコーンを頼んでしまいました。 Thank you。 いや、とりあえず一旦これをネズミさんのところに物資補給。わ、気づいたらすごい人がいっぱい集まってます。ちょっと今さすがに寒くて中来ました。あのバックパックに1枚入れといてよかったです。嫌な予感したけど寒すぎました。ハム&チーズスコーンです。なんかあとこの GoPro のマイクのフロントかバックかを示すアイコンが全然分かりにくくて、それでいつも混乱しますね。ちょっと今よくアイコンを見直すことでなんとか頭に焼き付けました。これもなんかひとしきりネズミブログん、何にあのネズミ Vlog 今ひとしきりネズミ Vlog でなんかネズミさんが ZV-1 最近手ブレ補正が辛いっていう話をなんかずっと言ってたんで、ちょっと今この GoPro をネズミさんに渡して試させてみます。はい、 ありがとう。ここから私がネズミ、ネズミって言ってっけどユリエですけどあのこれ撮ってます。お、すごい、全然揺れない。揺れないね。あ、楽かも。 GoPro 最強だよ。本当だ、 GoPro 最強説やばい。 ZV-1 しかも、あのマイクが、多分僕の声はあんま拾ってないんだけど、そっちの声はタッチ、あ、なんかタッチしないと。あ、本当だ。バッテリー消費、バッテリーケチケチモードね。おお。ネズミさんに持たしても、GoPro は綺麗に撮れるのか検証です。なるほどね。ちょっとだけで歩かして、あそこの、あのダッシュ、坂道ダッシュしたところまで。あと今気になってるのが、僕の声は拾わないような設定になってるはずなんだけど、どのくらいこれで拾ってるのか気になる。そっちの声、こっちのマイクしか。ああ、なるほどね。2つ両方あって、どっちのマイクを活かせるかが選べるようになってる。はいはい、両方活かせるモードがあればベストなんだけど、なんかない気がする。うにょうにょ感もないし、あの ZV-1 みたいにフォーカスが揺り動くこともないね。フォーカス GoPro 固定だから。あ、そっか、ボケないけど、ボケいらない、私そんなであれば、そんだけ雑に扱っても、はい、これ雑なの。雑でしょ。あ、じゃあやっぱりちょっと問題あるんだね、揺れのね。はい、歩いた時もグッってなっちゃうから、それがどうしても相性が悪いんです。そっか、もう走り出したすげえ
怪我しないでほしいんですけど。すごい突然走り出した。気持ちいいっす。ちょっと私も走りたいこれじゃないやつね。はい、ちょっと晩ご飯今日はここで買っちゃおうかなと思ったりなんたりっていうことでちょっと覗きながら家に帰ってますが、なんかいいのあるかな。結構開いてますね、サラップショップ。ここも美味しそうだけどね。なんだろう、ビーガン系か。ここはインターナショナルキッチン&フュージョン。うわ、これやばいやつだ。うわ、 B級のめっちゃうまそうなやつですね。トムヤンスープと。誰も買ってない。へえ。違うと思う。だって作ってる高校生がないもん。ずっと。本当だね。iPhone。なぜか人気がないから怪しいということで却下で。じゃあ帰ります。And I start to clap.